皆さんこんにちは。今日の知得はサッカーのハットトリックのお話です。サッカーでは一人の選手が1試合のうちに3点以上取ることをハットトリックと言います。アイスホッケーでも同様に3点以上取ることをハットトリックと言いますが、この言葉はもともとイギリスの国技であるクリケットで使われていた言葉です。クリケットは野球のルーツとされるスポーツですが、正式に行うと1試合に3日もかかる非常に長いスポーツです。なぜこれほど長くなるのかというと、打者をアウトにするのがとても難しいからです。このため、投手が3人の打者を連続でアウトにするのは非常に珍しいことなので、3打者を連続でアウトにした投手には帽子を送って栄誉を称えたのです。ここからハットトリックという言葉が誕生しました。4点5点には何か別の言い方があるのでしょうか？詳しい方がありましたら、ぜひ教えてください。